僕がクラシック靴を作ってる理由はこれが基本だと思っているからです。ビスポークを作りたくて靴に入ったわけじゃないので、いろんなデザインやってみたいなっていうのはあるんですけど、それは基本的なデザインがしっかり作れるようになった後にやるつもりです。やっぱりそこを飛ばしてはいい靴はできないと思ってるので。そのノーザンプトンに住んでた時にシューミュージアムっていうところに行って、そこで本当に全部手で作った靴っていうのを見て、あ、これが全部人の手でできるんだっていう感動と、こういう世界があるんだって初めて知って、だからこれはちょっと追求してみたいなっていうふうに思いました。僕が一番美しいと思うのは1930年代40年代とかのイギリスのビスポークシューズで、自分もそこに少しでも近づければなと思って研究しながらやるっていうことは、やっぱり自分のブランドを持ってやりたいと思って、マーキスは爵位の名前で、僕の作る靴にやっぱりこうイメージがお客様に伝わりやすいかなということと、あとは響きで決めました。あまり目立たない靴を作りたいとは思ってます。やっぱり靴は面積が小さいので、やっぱりスーツだったり、まあ、洋服がメインになってくると思うんですけど、ただそこで靴があんまり良くないと、それはそれであんまり良く見えないと思うので、ポール・ウィルソンさんから学んだことは、技術もそうですし、あとはやっぱり生活していくっていうことの中にある靴っていうことだと思います。どんなにいい靴作っていても時間がかかりすぎたりするとやっぱり食べていけないので、そこは本当に実際に職人として長年やってる彼について、もちろん生活しながら靴が日常にあるっていうのを見れたことはすごく大切なことだったと思います。手で作ると作り込めるっていうところはあると思いますし、もうちょっとディテールをこうその時は意識するようになって、マシンでは表現できないところがあるから、でそれを決してこうマシンが悪いっていうわけじゃないんですけど、僕はそこをどうしても雰囲気もあるし手で作りたい、細かい作業が積み重ねて一足素晴らしい靴ができるんだっていうふうに思いました。素材はすごくこだわっていて、肌目っていうのはとても大事で、あとは長く履けるための耐久性があるかどうか、やっぱり作りが良くても革が良くなかったら靴は本当ダメなので、人と人っていう関係もとても大事っていうことは僕にはあると思います。その人にとって一番美しく見えるポイントっていうのがあると思うので、一つ一つ理解して作っていかないといい靴はできないなっていうふうに思います。それは僕がお客様の好みのフィッティングも探ってうまく木型に落とし込むっていうことは大事になってくると思います。お客様がいらっしゃった時はできるだけ得れる情報を得るっていう感じで気をつけています。まあ、もちろんフィッティングはすごく大事です。で、まあ、作りに関して言うと多分本当につま先の形ですかね、トーシェイプ、ここはかなり美しさが集約される場所だと思うので、でそこはまた靴の顔にもなると思うので、その辺はすごく気をつけて自分の思うシェイプになるように、うちのブランドのスタイルになるようにっていうのは心がけてやってます。
価格も高いですし、作ってる僕自身も高額なものを作ってるっていう自覚はあるんですけど、やっぱそれに向けて仕事をしてるクオリティはそれ以上の価値があると思ってやってるので、こうあらないといけないっていうのにあんまりこだわりたくなくて、例えばビスポークシューメーカーだったらビスポークシューズだけを作るべきだってよく思いがちなんですけど、なんか自分でこう可能性を狭めずに本当にこういうことをやりたいなと思ったらいろんなことにトライしていきたいし、自分がこういう靴履きたいなと思ったらもう作るっていう